やっぱりね、ライセンス生産できる相手じゃないとね、アメリカ何でもかんでもブラックボックスに入れてね、作ったものを買えばいいんだという。中曽根さんの時代にね、三菱重工が開発しよった磁気支援戦闘機ってのはね、これ高性能のものだった。でアメリカはこれ驚いて潰したんですよ。三木武夫ってバカな総理大臣がね、その物資のね、武器のね、輸出源を禁止するみたいな変なものを作っちゃったんですよ。先ほどあの東京裁判の話題が出ましたけども、うん、父は東京裁判をご覧になった、中学生の時に中学生の時ご覧になったというこの勝つ日本という本に書いてましたがこの中でちょっと気になったことがありまして、うん、現在の日本が持つべきものは何か、それは自らの力と欠陥をそれぞれ正確に認識した国家の戦略戦術であり、いわゆる国家の体系に他ならないと。2000年に発行された本なんですけれども、先日ボーイング社の次期戦闘機でボーイング社の F-35 が次期主力戦闘機ということで、ところがあの部品その他のメーカーあのコストは全てものすごく膨大になってまして、あの日本でも戦闘機は開発していたんですが、いわゆるアメリカの言いなりになっちゃって、うん、結局はあの部品から何から全部アメリカから問い合わせない。やっぱりね、ライセンス生産できる相手じゃないとね、アメリカ何でもかんでもブラックボックスに入れてね、作ったものを買えばいいんだという、結局ボーイング社に決まったんですか。とまあ、無有力なということになってますね。私はそれは非常に疑義があるしね、中曽根さんの時代にね、三菱重工が開発しよった磁気支援戦闘機ってのはね、これ高性能のものだった。でアメリカはこれ驚いて潰したんですよ。まあ潰した理由はいろいろ憶測ありますがね、とにかく潰された。 F-15 つか16のね、共同開発ってことでね、まあその飛行機を日米だけが使ってたんだけども、私はやっぱりこういう時代にね、ライセンス生産をしてね、ブラックボスない、しかもね、日本人の手でね、そのこんなものはもうちょっと改良できると思ってね、どんどん日本人の手で優秀なものに変えていくね、そういうアロワンスのある契約をしなかったらね、私は絶対にダメだと思いますな。知事はあの以前から日本の技術は世界一だとおっしゃってますので。いや、世界一の部分もありますよね。で実際あのボーイング の, あの最新機種には 35% 日本の技術が取り入れられてますし、うん、いわゆる TPP もそうですが、あのアメリカということから離れて日本ということを考えるべきではないかと思います。全くそうですね。頑張ってくれよ君僕何もできません、ね、いや本当にね、飛行機はね、日本は自主生産したらいいしね、三木武夫ってバカな総理大臣がね、その物資のね、武器のね、輸出源を禁止するみたいな変なものを作っちゃった。それがなんかなんとなく生きてるんですよ。で日本にとって一番のいい防衛策はね、優秀な武器を世界のもの、ね、中でない優秀な武器を作ってね、売ること、これがね一番のね、つまり抑止力になるしね、防衛力になるんですよ。あれやっぱりね、私はそれ見直すべきだと思いますね。隣の市内にだね、それだけの技術が悪かったね、あるようでない、ないようであるね、もっと効率のいいですね、素晴らしい兵器を作る。ただね、アフガンで戦闘が始まった時にね、アメリカで作ってるね、ホンダですかヤマハですか、とにかくね、マウンテンバイク作ってる会社がね、非常に優秀なマウンテンバイクを作って、ね、それをね輸出しようと思ったらね、日本の政府が待ったかけてね、とにかく日本にも関係ない、あの要するにタリバンがなんかテロってもの抑止のために出てきた、まあ、アメリカが向こうじゃ勝てないと思いますよ。だけどね、まあ、一応日米軍事同盟結んでるそのパートナーがだね、まあ、世界のためにと称してね、アフガンに出てくる、まあ、マウンテンバイクぐらい優秀でもね、なもんで勝てやしないと思うね。この輸出もね、つまり日本の人は待ったかけてバカ正直に、で向こうの従業員は怒ったわけですよ。俺たちが俺のね、アメリカで作ったバイクはね、なんでね、要するに輸出できないんだって、そういう滑稽なことがね、まあ多々ありますな。この国本当どうかしてるよ。